オールスター親子で勝負は日本テレビ系列局他で放送されていた日本テレビ制作のゲームバラエティ番組である松下電気産業の一社提供日本テレビ系列局では1976年10月9日から1978年9月30日まで毎週土曜19時30分20時に放送ただし プロ野球ナイター中継が予定されている日には放送を休止していた。赤の他人同士であるベテラン芸能人と若手芸能人が親子ペアを組み2チーム対抗戦形式のゲームやクイズで得点を競っていた公開番組である。公開収録は主に後楽園ホールで行われていたが地方の公開堂で行う場合もあった。当初は郷ひろみ。 徳光和夫、野中さゆりの三人が司会を務めていたが、1977年4月2日、放送文から安倍静江が里と交代した。そして末期には野中が交番し、徳光と安倍の二人だけで行っていた。役割は、豪、徳光、野中時代には、里がメインで、徳光がサブだったが、徳光、安倍、野中時代からは徳光がメインで、安倍が、 サブに変わった。野中は終始アシスタント的な役割だった。徳光、安倍、野中時代のみ、羊をモチーフにした着ぐるみマスコットが3体、登場していた。名前の有無は不明。ゲーム内容は時期によって異なり、次のような構成になっていた。お座敷遊びの虫犬をアレンジしたゲーム。ステージに V 字型のついたてが立ち、 出場者はその両脇に立つ。そして、カエルケロケロ、ヘビニョロリ、ナメクジヌルヌル、何が出る、トリプルマッチだ1.2、3の歌に合わせて踊り、3のところで、カエル、ヘビ、ナメクジのどれか一つのポーズをして、ついたてから出て勝負する。カエルは、ナメクジに勝ち、ヘビは、カエルに勝ち、ナメクジは、ヘビにそれぞれ勝つ。勝った方が5点獲得。 もし愛子だったら、急いで、元の位置に戻り、愛子だよ、愛子でも一度1.2、3の歌に合わせて踊り、3でポーズをして勝負する。ポーズは次の通り。勝負は、親対親、親といつ、個対親、子といつの順番で行う。平野正明のコミックソング、演歌ちゃんちゃかちゃん人気に便乗して開始した音楽クイズ。 ペアの片方がある曲のイントロ部を口しゃみ線で歌い、もう片方が曲名を当てる。正解すれば5点獲得。制限時間は90秒。歌い手と答え手は1問ずつ交代で行い、その際にはペアの前にある台に記された矢印ランプが歌い手のもののみ光る演出があった。隠されたキーワードを答えるクイズ。 まず司会者からヒントが出され、合図とともに先行の方から会話をしながら、キーワードを推理して答える。15秒が経って、交代、交代、交代、という電子ボイスが聞こえたら、相手チームに回答権が移動し、早く答えた方が5点を獲得。制限時間1分の間に答えられなかった場合には、双方とも0点。 なお、1問目の選考は特に決められていなかったが、2問目以降は、前の問題に答えたチームが選考となった。3曲の歌を聴いて、連想される、キーワードを答えるクイズ。正解すれば5点獲得。回答は挙手で行う。もともとは、トーキングマッチの後半で固有タイトルなしで行っていたが、後期になって独立した。制限時間2分の間に、 ペアの片方がジェスチャーをし、もう片方が答えるジェスチャーゲームで、同じく日本テレビのシャープスターアクションが行っていたスピードアクションと同じ方式。正解すると、あたりという電子ボイスが流れて5点を獲得。ジェスチャー担当者は、負けチームの子、勝ちチームの子、負けチームの親、勝ちチームの親の順に担当。また、 勝ちチームの親の時に点数が相手チームの点数を途中で上回ってもスピードアクションのようにその時点で終了することはなかった。こうして最終的に点数の多かったチームが優勝。優勝チームのメンバーはそれぞれ番組特製の星型のメダルを首にかけ、スポンサーの松下電機からステレオラジカセなどが送られた。一方、負けチームは罰として 仰向けに寝かされ、足を固定され、靴を脱がされ、足の裏を優勝チームにくすぐられた。もし同点の場合には、30秒一本勝負と命打ち、司会者が自らジェスチャーを行い、早く挙手をして答えた人のいるチームが優勝とされた。なお、この問題のみテロップは、となっており、視聴者にも教えない構成となっていた。優勝チームは、同じペアで、 あと2回挑戦できた。そして見事3回優勝するとチャンピオンに認定され、松下電器からチャンピオン賞として高価なカラーテレビが送られた。ただし、1回でも負けた場合にはそのペアは解消となり、同じペアで再挑戦することはできなかった。産経新聞で判明。表記は、左が親、右が子。なお、子役のゲストは、 トーキングマッチ終了時に持ち歌を披露していた。一貫して、軍艦更新曲が使われていた。なお、ゴー、徳光、の中時代には、オープニングで出演者が、それぞれの意気込みを変え歌で歌っていた。1976年10月15日付の、読売新聞に掲載された本作の広告には31曲ネットと、明記されている。ありがとうございます。